事故検証委員会は安全管理学の学識経験者医師、弁護士そして教育・保育関係者の5人で構成され発生原因を分析し必要な再発防止策の提言を目的,目的とします委員会は今後4回から6回ほどの会合を開いて9月ごろまでに市に提言を行いその後、国へも報告するということです